こんにちは、モニカです。今回もミサ解説の続きです。前回は言葉の典礼の中のアレルヤ章まで解説していましたね。今回はその続きです。アレルヤ章に続いて福音朗読です。ここでは聖書に4つある福音書の中のどれかから読まれます。アレルヤ章の時に立ってアレルヤ、神を褒めたたえよと歌いましたよね。それはこれから読まれる福音書を通して私たちに語りかけてくださる神を迎えるためです。福音朗読が終わるまで立ったままです。司祭が主は皆さんと共にと言うと、回収はまた司祭と共にと答えます。そして司祭が〇〇による福音と言うと、回収が主に栄光と答えます。そして司祭または助祭が福音朗読をします。読み終わると司祭または助祭がキリストに賛美と言うと、回収が続けてキリストに賛美と言います。福音の御言葉を通してイエス・キリストが私たちに語りかけています。私たちはキリストの弟子としてみんなで福音を聞きます。続いて説教です。一般信徒はミサで説教をすることはできません。聖職者に限られます。けれどもこれは聖職者が他の信徒より優れているということではありません。もちろん聖職者はその使命のために一生懸命勉強したり努力したりしています。けれども説教をする役目はその努力によって得るものではないんです。助会の秘籍の動画で説明していますが、助会の秘籍を受けると同じ信仰を持つ人のために定められた権能と使命を受け継ぎます。説教は他者のために働く聖職者の仕事の一つなんですね。とは言っても聖職者も人間です。ミサ解説1でお話ししたように、ミサの主催者はイエス・キリストで、司祭はキリストと人間をつなぐ電話のような役割を果たす人間です。司祭がキリストの名によって説教をしますが、その話の内容そのものは司祭本人が一生懸命考えて作ったものです。説教を聞く人は聖霊の助けを願いながら、説教を通してキリストは何を語っているのだろうと思いながら聞くことが大切ですね。説教に続いて信仰宣言です。ここで使徒信条またはニケア・コンスタンチノープル信条を唱えます。以前使徒信条の動画を作りましたので、再生リストを概要欄に貼っておきます。ニケア・コンスタンチノープル信条もウィキペディアを貼っておきますね。使徒信条の動画でお話ししましたが、信仰宣言とはキリスト教ではこんなことを信じていますよということを簡潔にまとめたものです。信仰宣言の一言一言を噛み締めながら、私たちはキリストに結ばれています、同じものを信じている共同体ですと確認します。次に共同祈願です。司祭による祈りへの招きの後、宣召者が意向を唱えて全員で祷告を唱えます。そして最後に司祭が結びの祈りを唱えます。例文は聖書と典礼に載っていますが、これは必ずここに載っている祈りをしなければいけないというわけではありません。そこに集まっている人々の自発的な祈りです。教会のためや世界中の人々の必要のため、救いのためなどについて祈ります。キリスト者はイエス・キリストご自身が救い主であり、私たちの中にいてくださり、社会をより良く変えていく方だと信じています。これでミサの言葉の典礼の部分は終わりです。次回からミサの主要な2つの部分のもう1つ、感謝の典礼の解説です。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。